はい、皆さんこんにちは。今日の企画人第61回目です。今回は政治家の秘書だった方です。荒井翔慶さんの秘書だった方で、安田賢寧さん、ビッグカメラの執行役員をされておりますようで、こちらの方についてです。荒井翔慶さんはこの方で、官報にはっきり以前他の動画で挙げさせていただいた通り、パク・ケイジュさんということで、こちらですね、この方、帰化された方です。で、そちらの秘書だった安田賢寧さんについてです。で、ビッグカメラの方で調べますと、執行役員法務部長ということで安田賢寧さんが出てきます。まあ政治家の秘書だった方ということで、まあ、法律に詳しいということなんでしょうか。で、荒井翔慶さんが残念ながら、お亡くなりになってしまいまして、でその後に、安田さん自身も立候補されてまして、で新聞を調べますと出てきます。これは2000年6月3日の読売の記事なんですけど、東京ブロックということで、失礼しました。こちらですね、12区北区足立区西部ということで、安田賢寧さん45歳無所属新人、社団法人理事ということで、45歳、2000年の時に45歳ですので、まあ、今年2020年の6月では65歳ということで、で東京ブロックということで、まあ、東京が地盤の方であるということもわかるんですが、まあ、それらを情報をもとに確認いたしました。昭和55年7月22日の官報に載っておりました。こちらですね、東京都三鷹市、で通名安田賢寧さん、もう一つ別な通名を持っておられまして、で民族名が車と書きまして、謝賢寧さん、謝賢寧さんで、昭和29年10月7日、昭和29年12月7日生まれです。で昭和29年は1954年生まれで、まあ、今年誕生日を迎えれば66歳なんですが、まあ、今時点では65歳になります。12月生まれですので、ということで20年前の記事にありました。2000年の6月ですので、この時45歳ですから、2020年では65歳ということで、年齢的には一致します。年齢も昭和29年生まれということで、ついつまが合いますので、で、東京に住んでおられます方ですので、まあ、こちらの方ということになります。安田賢寧さんが帰化された方であることが分かりました。で、まあ、政治、国会議員の方のみではなくて、まあ、側近の方や地方議員の方も、これから、焦点を当てて、調べていきたいと思います。で、荒井翔慶さんなんですけど、調べますと、荒井翔慶さん、後援会長、鳩山伊一郎さんということで、鳩山、幸男氏のお父様ということで、まあ、鳩山一族が在日なんではないかというこの可能性が出てきますことと、あと調べましたら、荒井翔慶を手作りで育てる会ということで、渡辺道夫さんも名を連ねておられますので、まあ、渡辺道夫さんももしかしたら在日の方である可能性もあるかなと思いました。
今回は安田賢寧さんについてご紹介いたしました。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。